株式会社ドコモ CS 東海は株式会社 NTT ドコモ100%出資による機能分担会社でありドコモグループの中核会社の一つである2014年7月1日に主に技術系業務を行ってきたドコモエンジニアリング東海株式会社が営業系業務を行ってきたドコモサービス東海株式会社を吸収合併し現在の称号に変更した 携帯電話の販売、法人営業、通信ネットワークの建設保守、コールセンター運営、ドコモショップ運営など NTT ドコモの東海地方におけるオペレーション業務を一括で担っている。電気通信事業電気通信事業に関わる通信機器及びその周辺機器等を売買、賃貸、料金回収代行、故障修理等に関する業務、及びそれらに関する各種。 支援業務電気通信事業に関わる通信機器及び、その周辺機器等の取り付け、試験、整備、流通、回収等に関する業務電気通信設備の設計、開発、工事、建設、保守、運営及び、電波法に基づく、点検等に関する業務電気通信システム、情報処理システム及びソフトウェアの企画、開発、製造、販売及び賃貸並びに、 工事の受け負い及び保守の受託業務各種、情報提供サービスに関する業務各種イベントの企画、運営、立案及び制作に関する業務テレマーケティングに関する業務クレジットカード業、電子マネー等に関する業務、損害保険代理店業務及び生命保険の募集に関する業務、販売促進用商品、ノベルティ、医療品、 カタログ販売及びその他物品販売に関する業務、総務、構成、管財、監査、人事給与、経理業務等、各種一般事務処理に関する業務、古物営業法による、古物商電気通信施設の建設に関わる請負い、設計、施工及び保守管理その他商業全般前各号に、関する調査、企画、研究、開発、 研修及びコンサルティングに関する業務その他全、各号に付帯または関連する一切の業務本社、その他の事業所。ありがとうございます。